皆様こんにちは。これよりスカイワードエッジコンソーシアム成果報告会シンポジウムを開催いたします。ご参加いただき誠にありがとうございます。このシンポジウムが今後グローバル社会の中で日本が存在感を示し続けていくために、大学から日本、そして世界を変える競争エコシステムの構築のさらなる契機となることを期待して、私の開会の挨拶といたします。特にこれからの社会を生き抜いていく若い世代を中心として、世界に広がる課題に目を向け見出し、その解決に向けて試行錯誤しながら行動していく人材を育てること、すなわちアントレプレナーシップ教育の推進が非常に重要と考えております。 And wish you a successful EdgeNext Symposium. I invite you to contact us at Babson College to explore ways that we can collaborate and support your entrepreneurship education efforts.こちらにありますようにステップ1、意識醸成、ステップ2、アイデア創出、ステップ3、仮説検証、ステップ4、実践への橋渡し、ステップ5、起業、この5つのステップに応じまして、さまざまなプログラムを各大学の特徴を生かして、あるいは共同で設置をしてまいりました。これらのプログラムを通じてEdgeNext人材、フューチャーエッジ人材を育成してまいりました。滋賀医科大学は現役の看護師を、配置しまして、早稲田大学さんの方ではデザイン思考あるいはリーンスタートアップの講義をしていたということになります。多摩美術大学も加わりまして、でこの図のようにアイデア創出、プロトタイピング制作といった美大特有の、スキルをですね、入れながら進めてまいりました。技術を社会に還元することの大切さ、こういったことがですね、今まで技術系の大学の中であんまりきちんと行われてなかったんで、そこをしっかりやろうと。県全体としての中学生、高校生対象にですね、2019年から、このようなですね、イノベーションプログラムを実施しました。どういうような研究を、そしてその教育の現場に生かしていったり、社会、企業さんにとかですね、提供することで、日本全体のエコシステムということでもいいと思うんですが、頑張っていくというふうにお考えか、ちょっとお話をお聞かせください。ですけども、その研究者っていうのは、こうその企業の種となる技術を生み出せばだけ生み出してさえいればいいっていうわけではなくて、そのエコシステム自体の研究っていうのがすごくこれからますます重要になっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。学生たちはエッジのプログラムの教育とこれからも今後取っていくと思いますので、それなりに増えていくと思います。で教員たちも意識を少し変えてもらうっていうのは紀藤先生のおっしゃる通りだと思います。起業っていうのは将来選択肢になるんだというようなことで、会社の中でイノベーションを起こすってことは大切なことなんだっていうのが分かってきてですね、それがもう明確にそのキャリアに入った、選択肢に入った、これはすごく大きなことだと思うんですね。でやっぱりなぜ学ぶかっていうことに気づくことで、その学び方も変わってくるし、モチベーションとかさまざまなものがこうベクトルが長くなるというか強くなるっていうふうに思うんですね。学生が遠隔地から農家さんをサポートできるスキルシェアプラットフォームとなっておりまして、IT やデザイン等のスキルを求める農家さんと自分の得意を役立てたいという学生さんがマッチします。リアルワールドデータ版の Google というのを目指して、世の中に眠るデータの利活用というところを進めていくような、そんな会社として、で、EdgeNext を通してということなんですけど、良かった点というのはやっぱり両者のよくに分からない部分だったんですけど、ニーズを実際に深掘りして事業化へとつなげる手法を学べたこと、どのようにニーズを選ぶかということだったり、どのようにその選んだニーズを深掘りして真のニーズを探し出すか、持続可能に入手可能なもので人々の生活と命を救うというビジョンのもとに、現在はモリンガという植物、高栄養高単価の食材なんですけども、それの製造と販売を行っております。企業というもう一つの社会に出てからのもう一つの選択肢を知ることができて、本当に自分の生き方が変わったなというふうに感じております。栄養となんか美味しいっていう食品を作りたいなと思って、
で、こういうスムージーと甘酒が一緒になった商品を開発しました。学生のやりたいことや夢を叶える方ための方法を学ぶことができ、同じ目標に向かって切磋琢磨していくことができるのがエッジネクトではないかと考えています。チームの中でこの2つが兼ね備えてあることで、この成果物の質というのがすごい上がると身をもって実感することができました。医療現場のお話を直接聞けるというのは私たちにとってかなり貴重な体験になったかなと思っています。本コンソーシアムは今後も活動を充実させ、コンソーシアム大学館や他のコンソーシアムとの連携を深めることにより、大学などの研究開発成果をもとにした企業や新事業創出に挑戦する人材を育成することにより、我が国のベンチャーエコシステムの構築に貢献することを期待します。今後とも私どもを知った激励していただきながら、日本のこのアントレプレナーシップ教育、人材育成、そしてアントレの成功というようなこと、これをぜひとも皆さんとも実現したいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。